すごく嬉しいですね。幸せです。でもまあね、まだ序盤で、ね、始まってまだ5日くらいなんですけど、すごい5日でもうすごく、ね、投票してくださった方がたくさんいらっしゃるみたいで、すごく嬉しいです。ありがとうございます。無理せず程度でなのですけど、1位を目指しているので、よかったら呼びかけとか投票よろしくお願いします。肌がね調子いいんですよ。すべすべこんばんは。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。嬉しい。びっくりです。まさか1位ね、1回でも取れるなんて思ってなかったから、すごく嬉しいです。目キラキラしてる。光、鏡の光を利用してキラキラさせてます。あと希望に満ち溢れてるからねそうなんです、びっくり。1位ということで、今日はずっとねやりたかったこれをしていきます。1時間で終わるかな、まあ、1時間くらい配信できたらなと思うので、で今日からちょっとできるだけ毎日配信ね、できたらいいなと思ってます。カラオケしたり、何しようかな、お話ししたり、なんか AKB の曲の歌詞を解説したりとかね、できたらいいな。これずっとさ気になってて、そう、毎日は絶対ってことじゃないけど、まあ、できるだけ毎日できたらなって思います。なんか肌のあれとかも結構治ったので、ちょっとねお昼寝をね30分くらいしたから結構お肌があれなんですけど、じゃん、ずっと気になってたやつ、誰かスクショして写真が撮れへんから、できた？これを作っていきます。手元が、ね、見えないのが残念です。まあちょこちょこ、めっちゃ可愛くないこれ。私夏がめちゃくちゃ好きで、季節の夏が、それすごく嬉しいですね。ちょっとね、私本当に今すごく部屋着で T シャツなんですけど、おしゃれしたらよかった。あ、もういい匂いする。今から作って食べます。お昼だけ今日食べたので、そう、夜ご飯はこれを食べるから我慢します。すごいいっぱい入ってる。こんなん作れんのかな、私。これって切り離した方がいいんかな。まずはトレーを3箇所切り離します。今日めっちゃ早起きした、6時くらいに起きた。これをまず切り離していきます。あとはここか、すごい切りやすい、子供さんでも切りやすくなってる感じですね。楽しみ、めちゃくちゃ
ずりんご飴を作ろうやって。これやりんご飴の素。トレーにくそ、お水もねちゃんと持ってきてます。トレーにトレーってどれやろ。これかな。2杯入れていきます。あ、やば、降りちゃった。よし、ティッシュも近くにある。めちゃくちゃ面白そうで、この水とりんご飴の素入れて、どんな味すんのやろ、楽しみ。入れていきます。めっちゃいい匂い。これを30回混ぜます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、30回以上混ぜてるっちゅうね。これを素早くりんご飴の型に入れるそうです。手元が見えないのがね、申し訳ないです。はあ、できた。すごい、見て、行きました。見て、リンゴ飴っぽく。これを10分置くと固まるらしいです。楽しみに待っとこう。次、ポテトを作ろうやって。ギザギザトレーにカップ1杯の水を入れて、ここね、ちょっとここ位置を1回、一応拭いて、バレた、いつも匂ってるって。こう入れて、こんなに水いらんかった、恥ずかしい。コップ一杯と、これやポテトの素を入れます。こんばんは、部活から帰ってきました。おかえりなさい。どうでしたか。Why? これを粉がなくなるまで混ぜます。わかりました。元気ですか皆さん。元気ですか。なんかピンク色のね、ソフトクリームみたいなチーク菓子もあるんですけど、それをしたくて、でも全然どこにも売ってなかったから、今回はこの夏祭りのやつをした。まあね、なんか祭りとかも結構さ中止になってるやん。だからさ、なんかすごいこう、
なんか悲しいですね。それでもちょっと味わえるようにと思って、混ざってる。すごーい。このあむって食べたい、ほんまは今もうそのまま。でもその気持ちを抑えてポテトを作るっていう、なんかめっちゃ面白いねんけど、袋にまな板とかあるからこれにちょっと見せさせてもらおう。あ、これ切らなあかんのか。めちゃくちゃ難しいですね。次まな板も切っていこう。まな板切っていくってどういう気持ちなんやろ。まな板できた。何やこれ、面白いな。お袋さえもこの何このちゃんと使わせるっていう素晴らしさですよね。ちょっと待ってくださいね、めちゃくちゃ真剣になってる。でこのポテトを、全然見えないんですけど、ポテトをまな板にのせて切っていくらしい。けどまな板がしっかり、頑張れー、夢は絶対、これはポテトができるみたいで、ほらこうやってここの下にくっつくように、でこれを取るらしい、取ってで切っていくねんて。ほら見て、まな板活用してる。このスプーンで切るらしい。なんかここね、下がデコボコなってるんですけど、ここに押し込んだらこの形になる、なるでみたいな言われたから、あーなるほどね、こういうことか。
るほどなるほど。このスプーンはお茶の役割まで果たすというプロですね。お、できた。見て、なんか卵みたいになったけど、一応ポテトで、ちょっとゴミをあっちに置いてもらって、あらー、ポテトの紙どこ行ったんやろ。あ、ここやった。ここに入れる。お菓子したがいくってこんなにもさしすせソフトクリームコンソロープで行こう。選抜メンバー漏れて嘆くより、お、ポテト。今君にできることじゃん。ポテト完成。見て、上手鈴葉。あ、私なんかセロテープ、あ、マスキングテープでいいや、この。楽しい、もう23分。天才かと思った。やった、ありがとう。いつもみんなは褒めてくれるね。じゃじゃん、ポテトの完成。ちょっと下手くそになった。じゃーん、上手すぎる。ここに並べときます。ポテト、ポテト置いて、次はトウモロコシを作ります。つぶつぶトレイにつぶつぶの、あ、ここか。つぶつぶトレイにつぶつぶの素を袋の半分くらい入れます。つぶつぶをトレイの底に敷き詰めます。トウモロコシキャンディーの真ん中をスプーンで折ります。この形に整え、20回こねて、お祭りシートにあるトウモロコシの大きさに、あ、に合わせて形を整えます。なるほど、了解。じゃあまずつぶつぶの素を半分くらい入れる。半分くらい、つぶつぶの素をこのつぶつぶのところに半分くらい入れるらしい。粒の素が入ったから、このトウモロコシの素を半分に切ってこねて、あーね、このまま食べたらハイチュウ、ハイチュウって美味しいよな。ちょっとこねます。手は綺麗にしてます。こねて、
めっちゃお腹空いてきた。絶対美味しいやん。この形にして、全然合ってへんやん。かわいい。で、これをこのつぶつぶの元に入れて、つぶつぶをくっつけて巻く。なんか上手にできへんけど、そんなの気にしたら負けやから気にせずやってきます。見て、トウモロコシできた。トウモロコシをもう一個こねたやつ、どこ行った？こね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 、はい、こねる。つぶつぶの素をもう半分入れる。ゴミにする。かね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 。そう、なんか粘着を生かして外側にこうやってして、このトレーに乗せて、ここ下につぶつぶがあるので、それをつけて巻く。で、こっちして、ちょっとこうトウモロコシの長細さを生かして、できた。トウモロコシ完成。はい、乗せます。次、いい匂いって映画。チョコバナナを作ろう。ギザギザトレーにカップ、はっ、カップどこ行った？あった。カップ2杯のお水とバナナの素を入れてよく混ぜます。うん、水2杯。あ、こぼれた。すっごいこぼれた。多分ね、リンゴいい感じになってる。見て、固まってる。入れて、バナナの素を入れます。じゃじゃーん。おっ、めっちゃバナナ、いい匂い。2杯の、あ、くしゃみ出そう、危な。バナナの素を入れます。で、混ぜる。お、すごい。
できた。バナナの匂いする。これをこのここのバナナのやつに埋め込むらしいので、埋め込みます、手で。埋め込む。よし、ただいま帰宅しました。おかえりなさい。7時半や、遅かったですね。おかえりなさい、お疲れ様です。難しいバナナの形。バナナの形を埋め込みます。この余りは食べます。うん、美味しい。これどうやって取んねやろ。なるほど。おいしい。バナナうまくいかへんけどいっか。で、爪楊枝に刺します。で、このバナナを爪楊枝に刺します。で、ポニポニ形を整えます。こんな感じ当てるんかな。で、これにまたチョコソースを作ってつけて食べるらしい。食べるラー油。昔めっちゃ食べるラー油流行ったの覚えてる。お母さんがね、びっくりするくらいね、食べるラー油買って帰ってきて、まだお家あるねって言ってんのに、振ってたからって言って。これバナナっぽい。次、チョコソースを作ります。カップ一杯の水とチョコソースの入れを素入れます。めちゃくちゃさ、めちゃくちゃ面白くない配信やのにさ、見てくださってありがとうございます。なんかめっちゃ風強い今日。カップ一杯で合ってるこれ。すごいよチョコソースが。じゃん、チョコソースの素。わあ、すごーい。見て、チョコソースになってる。ほら、これを
このバナナにつけるらしい。つけていきます。綺麗につくんかな。すごい、チョコバナナになってる。すごーい。めちゃくちゃチョコバナナ。あと2つにもチョコをつけていきます。このチョコをで自分で言う。できた。チョコめっちゃ下手くそで、これにこれをかけていくねんって。いるかな。うわ、全部こぼれた。どうしよう。いっか。でこのチョコとティッシュとか全部はけて、あとはリンゴ飴だけや。すごい、ぽい。で、あとこのリンゴ飴を、どうやって、あんまり固まってない、まだ。もうちょっとかな。こんばんは、タアメ。残業終わったからこれから。おお、お疲れ様です。10分経ってるよな。リンゴ飴は失敗や。失敗したの。二つとも失敗や。まあ、いっか。とりあえずこれを見つけちゃって。上手にいかんかった、リンゴ飴。できたー。リンゴ飴食べてみようかな、スプーンですくって。
うまく固まらなかった。美味しい。なんかしいな。リンゴの味するちゃんとめちゃくちゃ。できたけどこうやって持てへんから一旦カメラを隠して。外カメにして映しますっていうか、ちょっと一旦ゴミを捨ててきます。ちょっと待ってて、3分くらい。できた。じゃあカメラを一旦隠します。外カメにすんの、どうやって。あ、いきます。じゃーん、スクショは今のうちですよ。どうですか？リンゴ飴とチョコバナナとポテトとトウモロコシ、美味しそう。